2020年東京オリンピックのカヌー競技は国際カヌー連盟が管轄し、スプリントは海の森水上競技場、スラロームはカヌースラロームセンターで開催された。競技は、スラロームは2021年7月25日から30日、スプリントは8月2日から7日まで行われた。前回大会から男子カヌーペアが削減された代わりに女子カヌーシングルが追加され、 男女とも C マイナス1とカヤックシングルの2種目ずつ計4種目が実施される。女子のカヌー種目はオリンピックで初実施となる。男女とも C マイナス1は17名、K1 は24名の計41名、男女合わせて計82名の選手が出場枠を獲得する。一つの国からは各種目1名しか出場枠を獲得できない。NOC は 出場枠を獲得した選手と別の選手を本大会に派遣することができ、片方の種目でのみ、出場枠を得た NOC は1名の選手しか派遣できないが、その選手を本大会のもう一方の種目にも出場させることができる。出場枠の配分は以下の通り。前回大会から男子カヌーシングル200メートルと同化ヤックペア200メートルが削減された代わりに、 女子 C-1200 メートルと同カヌーペア500メートルが追加され、男女ともカヌー2種目、カヤック4種目の6種目ずつ、計12種目が実施される。スラロームと同様に女子のカヌー種目はオリンピックで初実施となる。男女とも143名ずつ、計246名の選手が出場枠を獲得する。一つの国からは男女ともカヌー3名、 カヤック6名までしか出場枠を獲得できない。NOC は出場枠を獲得した選手と別の選手を本大会に派遣することができ、本大会では派遣された選手の人数の範囲内で予選で出場枠を獲得していない種目も含め各種目2体まで出場させることができる。出場枠の配分は以下の通り、スラローム種目では男女41名ずつ、 スプリント種目では男子146名、女子142名が出場した。スラロームは午後から、スプリントは9時半から競技を開始する。予選では各選手が2回ずつ競技を行い、良かった方のタイムで順位をつける。準決勝以降は1回ずつの競技となる。予選と準決勝、決勝ではコースレイアウトが変更される。 準決勝に進出する人数は種目により異なるが、決勝は各種目とも10名で競われる。レースごとの着順により、次ラウンドへの進出や最終順位を争う。種目ごとに、予選、準々決勝、準決勝、決勝の4段階で競われる。決勝は、A 決勝と B 決勝の2レースが行われる。予選の上位チームは準決勝に進出し、 その他のチームは準々決勝に出場する。準々決勝の上位チームは準決勝に進出し、その他のチームは敗退となるが、出場チーム数によっては、一部のチームは、B 決勝への出場が決定する。準決勝の成績によって、AC のいずれの決勝に進出するかが決定するが、出場チーム数によっては、一部のチームは決勝に進出できずに敗退となる。男子女子。 ありがとうございます。